13いいですね。ということでメツプラプラ完熟大王行きたいと思います。なんなん完熟大王って、完全に半熟ヒーローの世界ですけど、怖いのは有効な状態打ち消しで、あとは攻撃力上昇で麻痺ぐらいですかね。一応火属性が効かないっていうのは、火をアンプリートしようかな、ちょっと守りで、でまあまあアンチとかをつけといて、あとはまあ攻撃、アタッカーは優秀なんですよね、あのうちのパーティーは。ちょっと音小さくしますね。ただ回復にちょっとだけ不安ありなので、バニラに頑張ってもらう。あまりにもやばかったらちょっとダイブすることも考えますけど、とりあえずはこの状態でいきます。で風属性弱点みたいなのでファングで、今回新しく強くなりました、スカイハイねを使っていきたいなと思います。あ、またここも曲かっこいいな。何13曲いいやんか、気になるね、かっこいい。全体ドカッと食らってからバニラ行きたいなと思ってます。ああ入るな、結構入るな、思った以上。うわかっこいいな、いいね、好き系ですよ。ノリノリや。活性化、回復しとるんですね。あの多分ちっちゃいトマトみたいなやつが勝手に回復しとるんですよね。リバーブローのところにおるやつね。そんな時間バーストと、一応ファングはバーストとオーバーフロー持ってますけど、ほとんど使ったことない。はい、実質レインズの方が強いんじゃないかな。ハイパーは行きましょうか。活性化、結構活性化するね。叩きつける、へいへい、一時期ねこれ系の音楽めっちゃ聴いてた時期あるんですよ。すごいよく聴いてた音楽に似てます。わからないですけど、この曲はわからないですけど、すげえ似てますね。はい、さあ回復してくる。あれ戦技つけてくるの忘れた。あーやっちゃった。もうライトさんは戦技がめっちゃ強いのにつけてくるの忘れました。やっぱパーティーセット変えるとね、新しく取った装備が、装備をつけ忘れるとかいうのはよくありますけど、雑技とかもリセットされるし、やっちゃいました。まあいいか、あと1個たまるね。溜めて、じゃあ超絶いきましょうかね。とりあえずまといたいので、でファングもバーストでまといたいですね。ダブルハンドプレス、レア最後にオーバーフロー打つ感じかな。メガフレア、すげえ、バハムートじゃないのにメガフレア使えんねん。こんな感じ。まあ、決してあの多分表に出てくるような強い、なんていうの、ファーストではないとなさそうな雰囲気でしたけどね。まあまあまあ、ガトリングビン、あー、ありがたい、ありがたい、もっともっとちょうだいよ、もっと叩いてよ私を。
バニラをもっと叩いて、もっとちょうだい。自ら弱体化させて、自ら掘り込んでいく。すごいな、活性化。新ドライブ。あー、効くわ。はい、結構魔石でクリティカル積んであるんで割と出ますね。よしよしよし、バニラが結構溜まってきたのがでかいな。怒りプル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 ンクー、怒りプルンプルンクー、こっから速いってことですよね。追加してくる。ハイパーをやっときゃいいのかな。とりあえずトルネードスイング、はい、状態異常とか。うわー、何発くんのこれ、すごいな。なので、まあ、延期度ありますし、一旦やばくなったらまずは延期度を投入する方向で1回、はい、シェイ。これでも完走しませんが、まあでも5連撃いいっすね。5連撃いいね。あとはレインバーストいけばもう待機やな。よし、オーバーフローいきましょう。そしてトルネードスイング、どうしよう、本物の夢使うか、恵みの銃使うか。恵みの銃一発撃っときます。状態異常警戒で。すげえ、バニラが道筋を作ってそこに叩き込む。いいね、いいやん、この演出面白い、面白いですね。はい、ダークメタモルフォーズ、なぜか後ろに回り込む。もう虫の息やで、もう虫の息です。意外と弱い、もっとね回復するのかと思ったら意外と回復してこないですね。ちょっと怖いな、ちょっと怖いな、ちょっと怖いな、ちょっと怖いな。はいはい、アフロロック、サンキュー。どうしようかな、どうしようかな。いやー、使った方がいいな、怖いな。使います一応使って。順番逆でしたね。フルにしてこれで安心、これで安心だ。そしてフルフルで回復してくる。もうバニラ待機で、本物の夢待機。よっしゃ、打ち込んでいく。いってるいってる、削れてる削れてる。うわあ、そうですよね、こういうのが危ないと。よし、尻回復。あとはもうレインズのバービーでなんとかしてくれるでしょう。プラス奥義がたまればもうそこで終わりです。めっちゃ活性化する。最後の押し切りが結構しんどそうですね。やっぱもうあと1個たまんねんけどな。行こうかよし、行こう。押し込め、いけ。やっぱ奥義はいいですね。奥義はいいよな。アルトナイトで大違い。全然弱いですね。特に怖いこともなく。回復不安でしたけど、まあダメージ本当少なかったんで、まあ、壁と
サッツがだいぶ落としてくれてたっぽいです、ダメージを。まあプラス魔石が効いてたかなって感じです。通常の連撃系のダメージがもうほとんどただのゲージ稼ぎだったので楽勝でした。はい、まだイベント何もやってないですけど、とりあえず一番難しい部分終わりました。ということで見ていただいてありがとうございました。